こんばんは、しのびやなつきです。この動画は JR 西日本山陽本線 JR 神戸線西明石駅を見ていきます。よろしくお願いします。このチャンネルでは駅を見に行ったり旅行をしたりした時の様子を動画としてアップしております。チャンネル登録よろしくお願いします。こちらは西明石の東口駅舎となります。駅の北側なんですけども、ご覧のようにロータリーが整備されていますが、車はどちらかというと少ないなという印象ですよね。こちらの道路まっすぐ行くと国道2号線に合流します。上の方には新幹線が通っているのがわかるでしょうか。新幹線の高架もありますね。いや本当に隣の大久保駅もしくは明石駅と比べると賑やかさはまあないなという感じですよね。こちらにはまあビルもあってお店もあるようなんですが、まあどちらかというと西明石駅は大きいけど静かだなという印象をいつも受けます。こちらに地図がありましたので地図を見ていくことにしましょう。今日見に行くのは JR 西日本山陽本線 JR 神戸線の西明石駅になります。所在地は兵庫県明石市小久保になります。ご覧のように在来線の駅と新幹線の駅と駅がまあ2つあるんですけども、今回訪問するのは在来線の駅のみとなります。ご覧のようにいろいろ駅の周辺にはあるようなんですけども、これ私全部行ったことないですね。あ、こんなとこあったんだという感じです。だいたい駅の西側に点在しているようなんですけどもね、こちらはまた機会があれば歩いてみたいなと思っております。さてこちら東口駅舎なんですけども、京城駅になっておりますので、この駅舎からご覧のように跨線橋を伝って南側に渡っていくことができます。駅の南側にもグルメシティダイエのマークがありますよね。まあ商店なんかがあるようなのでね、早速行ってみることにしましょう。こちらが駅の南側になります。ご覧のように階段を降りた先にあるのはほんとね、可愛いロータリーがねあります。小さいですよね。こんなところがあったんだとね思いました。ほんとね、西明石駅って乗り換えはよくするんですけども、この駅実際は降りたことってあまりなかったんでね、この南側の景色はねほんと新鮮でした。目の前には地下街があるようですね。駅の南側にあるこちらの建物なんですけども、ご覧のようにシャッターがほとんど閉まっていたり、まあ、大きなビルのようなんですけども、あまりこう何かやってるなという感じはないですよね。まあ、多分あそこはパチンコ屋さんかなんかだったかなという気もしたりしますね。で、こちらの方にね早速地下街があるようなのでね、どんなものか行ってみることにしましょう。なかなか昭和な感じがしますよね。ご覧のような感じで、まあ、こちらもねお店はたくさんあるんですけども、シャッターがね閉まっておりまして、まあ、訪問した時は静かな感じでした。さてそれではね、地下街を抜けてきまして、早速東口から駅を見に行くことにしましょう。こちらの階段から登ってきたんですけども、手すりの感じがね今はないなという感じですよね。この京城駅舎できたのが昭和36年だそうです。もともと西明石駅は現在の位置よりも東側にあったそうですね。まあ今で言うと車両基地の中に最初は駅があったよといった感じになるんでしょうか。まあ、こちらの方にもトイレがあったんですね。ちょっと覚えておきましょう。駅舎の感じは、まあ、今もどことなくちょっと昭和な感じの雰囲気に見えてしまいますね。今回はこの西明石駅東口から駅の中を通って西口の駅舎へ抜けていく感じで行ってみようと思います。それでは早速駅の中の方に入っていくことにしましょう。西明石駅は在来線3面6線あります。まずは5番6番乗り場の方から行ってみることにしましょう。階段の両側にはねトイレがあります。こちら5番6番乗り場なんですけども、ホームよく見てみますとね、ホームの中に重機があったり、まあホームの端っこの方はなかなかね工事があるみたいで、ホーム柵がねどうやらこの5番6番乗り場にできるようですね。まあ工事の最中ということでね、足元はあまり良くない感じがしました。
ホームの中央付近には待合室があります。これは5番6番乗り場だけでなく、他の乗り場もね、だいたい同じようなホームの中央付近に待合室があるようです。こちらの階段上ると西口の駅舎になります。裏にはエレベーターがありました。ホームの先まで来ました。各ホームが跨線橋で結ばれていて、西口の駅舎の方に続いている。結構この跨線橋がね、長いんですよね。そして上にちらっと見えているのが新幹線のね、本当大きな駅舎になります。今回の動画は在来線の西明石駅のみとなりますので、この新幹線の駅の方はまた別の動画にしたいかなと思っております。それでは3番4番乗り場の方に行ってみることにしましょう。さてホームの方に降りてきました。階段の横からね、この東口駅舎見えるんですけども、なかなか年季入ってますよね。今見るとね、さすが昭和36年だなという感じもしますね。4番乗り場止まっているのは上りの普通列車になります。3番乗り場が上りの本線、4番5番乗り場が対比や折り返し線、6番乗り場が下りの本線といったイメージなんですけども、合っているでしょうか。さて、いよいよ1番2番乗り場、新快速なんかがよく止まる列車線のホームに行ってみたいと思います。こちらのホームは利用したことがあるという人も多いのではないでしょうか。1番2番乗り場は列車線のホームなので、新快速もしくは特急なんかが止まるホームなんですけども、この1番乗り場は上り列車、2番乗り場は下り列車が使っていますが、この新快速なんですけども、ここから乗り換えるときにね、ちょっと西明石駅って不便に思うんですよね。ご覧のようにホーム結構大きいので、電車線の普通列車、快速列車のホームまでが跨線橋も長いので少し遠いように感じます。やはり乗り換えするときは隣の明石駅の方がなんだか便利のように思うんですけど、皆さんはどうですか。それでは西口の駅舎に行ってみようと思います。この西口にあるのは新幹線の駅がね、ありまして、そこにつながっているような形になっています。新幹線の駅ができたのが昭和47年ということなので、この駅舎もそれぐらいにできたのかなと思います。こちらが在来線、そしてこちらが新幹線の改札になります。この階段、跨線橋を使って在来線のホームに行きます。改札の前はコンビニもありまして、東口の改札前に比べると結構広くて賑やかな感じがしますよね。さすがに新幹線のね、駅舎があるこの西口ということなのでね、いろいろビルには店舗もありましてね、便利なようになっています。駅の外に出てきました。目の前に見えてるのは新幹線のホームがある駅舎になりますね。で、西明石駅なんですけども、開設されたのは昭和5年ということで、最初は操車場として開設されたそうですね。駅になったのは昭和19年ということですが、当時は川崎航空機の社員専用の駅ということだったそうですね。山陽電車の林崎松江海岸駅もなんか似たような感じだったような気がしますね。そして一般用の駅になったのは昭和21年、戦後になってからということで、駅としては比較的新しい、そんな西明石駅になります。
で、この西明石駅西口の駅舎なんですけども、ご覧のようなところにありまして、ちょうどね、在来線と新幹線の駅がクロスする間にあるんですけども、駅の南側には降りていくことができません。まあ、ご覧のようにね、住宅地と、まあ、幹線道路になっていますので、まあね、何もないんで出口も作られてないのかなといった感じですけどね。さて、今回の動画は JR 西日本山陽本線 JR 神戸線の西明石駅を見に行きました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。